束の避難してきた人を言ってたんですけど、郡山の地区の人だったんですけど、その人はあの津波が来るって言って逃げてきたんですけど、後ろをちらっと見た時に松林の松林があるんですね、それの半分ぐらいの黒いでっかい影があったって言ってまして、で慌てて避難してたら前の軽トラがなんか曲がるか曲がんないかでなんかノロノロ運転してたもんだから、怒ってあの追い抜かして逃げてったって言って、本当に命からがらだった。でも情報がもう50センチから3メートルしか津波は来ないよってしか言われてなくて、で普通に中学生とかも自転車であの学校帰りに地震やって、で慌てて家に帰る時に津波だとって言っても、そんな知らないおじさんの話なんてもうみんな聞かないで、で海側にも帰ってっちゃって、でそのまま行方不明だったりとか、あと津波の時はもうお年寄りとかはもうここで死にたいから置いてってくれっていう人もすごい多くて、でもう、まあ、無理に乗せてった人もいればそのままじゃあって言ってた人もすごい多くて、だ、ね、津波の時には本当普通に情報がなかったんで、もうみんな空いてる道路空いてる道路って言って、そのちょうどその浜街道って今回なくなった道路がすごい広かった分だけ、もうかなりそっちの方にこっちに回ってってみたいな。6号線は今もあの双葉のところの入り口がもうガタガタになってて、でももう洗濯みたい、洗濯板って言った方がもう妥当なぐらいで、だからもう入れないから浜に抜けてって言って、もかなり双葉に帰った人がこう浜の方に通されて、であの旧道のところをもうみんな旧道のもうかなり段差になってたんですけど、私は隣町にいたんですけど、そこのとこの旧道をもう最初は返されてたけど、もうみんなそんなの言ってられないからって言って人の畑をもう抜けてって、でも畑の人ももう多分見て見ぬふりで抜けてったんですけど、でもその時も私あの6号線をもう2時間待って待ってられなくて逆走して、で双葉の入り口のところであの警察官が立ってて、双葉はもう入れませんからなんて言われて、その時点で何言ってもおかしいなって思ったんですけど、あのおばあちゃんが寝たきりのおばあちゃんが家にいたんで、もうでもほっといてもストーブもつけてるし、これでもし火事起きてたらとか、あと隣町でうちぐらい の, うちあの古い家がみんな倒壊してたんで、もう絶対下敷きになってると思って、でもう無理言って、もうあの自分の命なんで自分で責任持つから入れてくれって言って双葉に入れてもらって、旧道行こうと思ったら東電の方から見たことないぐらいの人がバーってこうすっごい行走で来てて、で普通にあのすれ違えるぐらい の, あの広さの道路でももう家が倒壊してて通れないわけですよ、すれ違えなくて、で普通はこう地震の時だから譲り合いとかあの隣町ではあったのに、もう必死に東電の方から来て、でもう制服が独特で色が3色ぐらいしかないから、あもう全員が東電だって分かるわけですよ。その、 あの27年間双葉で、ね、生活してて、こんなに東電の方からに車があったんだみたいな、それぐらいの人がすごい来て、原発から逃げてきた。原発から逃げてきた。さっきその海の方に逃げなさいって言ってた人ですか、はい、警察。警察です。警察官の人が守ってきた。はい、誘導して。でもあの時も地元でもう情報がすごい錯綜してて、であの多分その警察官の人も悪気があってとか言うんじゃないと思うんですよ。で普通にもう道がそれしか残ってないから。じゃあ行け行けって言ったと思うんですよね、後からいろんな話を聞いてると。2、3軒倒壊したんで、それがあの電線切っちゃったもんですから、もう電気が全く来ないっていう状態になりまして、うん、でもそのせいでもう、うん、電気がもう来ないから情報っていうのがシャットアウトされた状態になりまして、でそんなでみんな情報を仕入れたのはラジオとかあとカーテレビとかそういった系統で仕入れたっていう形で、でも今ラジオって全部こうコンセントをやるのぐらいしか今そこまで重要に思ってなくて、だからおまけのラジオを探してきて、でも津波じゃなくて地震が起きて1時間半ぐらいしたらこう街中がすごい焦げ臭くなってきて、でもう消防車とかがサイレン鳴らしてるけれどももう無法地帯みたいな、でもみんなこうあの逆走とかそういうのもなくて氾濫することもなくて
みんな6号線とかそういうのにずっと並んで、信号待ちとかしててね。何をしていいかっていうのが分かんないって感じで混乱してたって感じです。もう地震直後の私の方は蔵にいたんですけど、立っていられないくらいの地震がありまして、父の方は手に怪我したんですけど、最初は血垂らしてるなと思ってたんですけど、よく見てみると止血できないような怪我だなっていう形で、父の方を急いで病院に行けってあの時言ったの覚えてるんです。でもうちの父親はもう病院がもう手術中でもうやめちゃって、お腹開いたまんまもうそのまんまでもうみんなこう津波だからっていう風な状態だったらしく、とにかく止血だけしかできないって言って、もう近所のお医者さんがハンドタオル握りしめてくださいって言って、握りしめたハンドタオルをもう包帯でギュギュギュってやって、でそれでもう帰らざるを得なくてね。そう、で双葉の方はなんか津波警報は来てたんですけど、ただ何メーターっていうようなそういうの津波警報はなかった、ありませんで、ただ出たのはあの時大津波警報が出たって言って、周り隣近所の人らがみんな高台に避難しろって言ってわーって避難していったんですけど、私と母は蔵もあの時地震が起きても針が流し場って言って、あの水洗いとかそういうふうなことをするような流し場の天井針が1本抜けただけで、蔵の方もしっかりしてましたし、酒の方もまだ残ってるから、じゃあみんなで2人で残ろうって形になって、あのその後震災で門が閉まらなく、瓶とかで瓶が倒れたとかで門が閉まらなかったら閉まるようにしたり、でその後父も合流したんで、まず乗り物確保しろって形で、いつ地震もすごかったんですけど、その後の余震も結構すごかったんで、その余震に気をつけながらその車出したりなんだりって感じで。でもあの時不思議だったのは、あの広報とかでね、原発は大丈夫ですってすぐに言われて、はい、でもそれで隣町ですれ違ってる異常なくらいの車を見てて、いや大丈夫ならなんであんなに逃げてくんのって正直思って、やっぱり原発立地の町だとどこかしらね、原発地震の時には危ないよねっていうのが一つあって、で、あのまことしやかに、あの実は東電の台地はあの地層の上に断層の上に立ってるんだよねっていうのが地元では言われてて、だからあ地震ちょっと東電やばくないっていうのがあったんだよね。あったんだけど、みんなあの時の考え、あの時はもうとにかく地震やられて、とにかくそれの集計とこれからどうするかっていうことまで考えて、うん、私の方は本当にそれぐらい、そっちの方しか考えてませんでした。原発っていうのがあの頭に出たのは、その夜みんなもう日が暮れたらもう作業できないんで、みんなそこで寝ることにしたんですけど、余震とともに原発、夜の8時頃なんですけど、半径2キロ内に避難してくださいっていう防災無線が出た時に、父の方、あの時父のことを覚えてるんですけど、あ原発なんかやったなっていうようなことを覚えてます。でもひどいのは、こう普通に東電から1キロぐらいの人が公民館で炊き出しやってて、で炊き出しやってたら急に、あここのところじゃなくて違うところの公民館で炊き出しやってって言って移動させられて、でまた違うところの山側にまた移動させられて、で最終的にはバスに乗せられて、 なぜか私川俣にいるんだよねっていうご夫婦がいて、で話聞いてたら家に帰る時間ももらえなくて、まあ貴重品だけはまあ取りに行く時間ぐらいはもらえたのかなとは思ったんですけど、だから薬がねなくてもう死ぬかもしれないって言って、で旦那さんが心臓病で、奥さんは喘息、重い喘息を持ってて、いつこれ発作起きたら私たちはもう死んじゃうって言って避難してて、でそうやってもうみんな騙されるような感じでバスに乗せられて、近ければ近いほどそうやって何も持たずにみんな逃げててっていう状態で、で11日の夜はもうみんなで死ぬかもっていう話はずっとしてたんだよね。